こんにちは。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。今回は、椎間板ヘルニアの方の、すべき座り方ですねについて話をしていこうと思います。で、椎間板ヘルニアの方というのはその椎間板ヘルニアになりやすい座り方というのを知ることが非常に多いです。で、その座り方をしてしまっていると、椎間板ヘルニアの症状は悪化してしまいます。で、特に座っている時間というのは1日ですごい長いですよね。なのでそこを意識するだけでもその椎間板ヘルニアの症状というのは変わってきます。なので、今日はその3つについてお伝えしますので、この3つをぜひ実践していただいてあなたのその椎間板ヘルニア改善につながっていっていただければなと思っております。はい。で、まず1番ですね。まず足を組まないことですね。どうしても足を組んでしまうと骨盤というのは歪んできてしまいます。で、骨盤のこの高さが変わってきますので、それによって椎間板に負担がかかって症状が出やすくなるんですね。なので、基本的にはやっぱり椎間板ヘルニアの方になるべく足を組まないようにする方がいいですね。で、ちょっと2番3番をちょっと実技の方でしていきます。で、まず2番ですね。骨盤を立てる。椎間板ヘルニアの方には骨盤がだらんと寝てしまっている方が多いので、それを立てることによって椎間板ヘルニアの症状には出にくくなります。で、膝構造を揃えるのがちょっとよく分かりにくいと思いますので、この辺ちょっと実技の方していきます。はい。では早速していきますね。で、まずこの椎間板ヘルニアの方というのはこうだらーんと座ってしまっている方が多いです。で、こう座ってしまうと椎間板の前側にぐっと負担がかかってしまうので、その中にある髄核っていうのが後ろに飛び出て、神経の方を圧迫しやすくしてしまいます。なのでこうではなくて骨盤を前にぐーっと起こしてあげる。これ起こしてあげるのを骨盤を立てると言います、ね、で、骨盤を立ててあげてお尻の下に出っ張った骨があります。ここに乗せてあげるイメージですね。で、ここに乗るとこの上の姿勢の自然と良くなるようにできています。なのでこの姿勢で、座るのを少し意識してみてください。こうダラーンとついついなりがちなんですけども、起こしてあげる。これによって、椎間板が後ろに行かないので椎間板ヘルニアの症状は出にくくなります。次、これ膝構造ですね。で、この座った時に、座る時にさっきお伝えしたように骨盤を立てて、で、膝を揃えます。で、どうしても骨盤というのは日頃の癖でずれてきますので、すると、こう、つけた時にどちらかの膝が前に出てることが多いんですね。だいたい平均的に指1本、2本ぐらい、どちらかが前に出てることが多いです。で、これを揃えてあげるんですね。なので例えば右が出てるならば、左の骨盤を少し前にしてあげるんです。ですることによってこの膝小僧が揃います。この膝小僧が揃った状態で座るんですね。すると自然とまっすぐの状態で座ることができます。なので膝小僧を揃える、で骨盤を立てる、であとはこう足を組まないですね。組むとこっちの骨盤が上がりますよね。これで骨盤が歪んでしまうので椎間板に負担がかかってしまいます。はい。なので、今日お伝えしたこの3つですねを椎間板ヘルニアの方はぜひ実践していただいて、なるべくその負担がかからないようにして椎間板ヘルニアの改善につなげていただければなと思っております。はい。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。